はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、ゲアです。今回はファイアーエンブレムスをやっていきたいと思います。今回は12章を仕組まれた戦いってやっていきましょう。分岐してたんで、こっから繋がるんじゃないですかね。白夜軍とアンヤ軍が、ちょっと待ってくれ、ね、どうしてここにアンヤの奴らがいるんだ、うん、まあ、ずいぶんな言い方ね。うん、この場にふさわしくないのはあなた方でなくて。二人とも落ち着いてください。今は争っている場合じゃないと思います。はい、そうだよ。ここは白夜でもアンヤでもないんだから喧嘩はダメ。だからといって協力できるものか。うん、こいつらがカムイをさらったんだぞ。そうだ、アンヤの砦に閉じ込められているのは分かってる。まずは解放しろよ。うん、何を言っているの。カムイを捕まえて砦に閉じ込めたのは白夜軍でしょう。相手に悪事をなすりつけるなんて、うん、白夜の連中はやることが汚いね。はい、なんだって。何かおかしいような。皆さんはカムイさんの姿を見たんですか。うん、いえ、見ていません。もちろん砦の中にもいませんでした。ああ、俺も見てない。うん、私たちだって見てない。アンヤの砦にもいなかったよ。じゃあカムイを求めて。カムイさんは白夜の砦にも、うん、アンヤの砦にもいなかった。はい、俺は白夜のみんなもアンヤのみんなもどっちも嘘なんてついてないと思うぜ。そうだとしたら、ここは協力しましょう。アンヤでも白夜でもない何者かにカムイさんは捕まっているのでは。まあ、ありますよね、第三勢力みたいな、ね、その何者かの目的は白夜軍とアンヤ軍を争わせることか。うん、まずい、戦いが始まる前に止めなくては。はい、これはどうなるの。マップ配置、ああ、でもみんな仲間っぽいかな。リズもいるんで仲間っぽいっすね、みんな。今回はこれでいきますか。何でしょう。いや、特に何もないです。じゃあ身支度は確か裏でやったような、やってないような。40をこれつけてるから鉄の剣26、これは強いな。まあ売却しねえとな、いらんやつ。まあ特にないんで行きましょっかね。よろしいですか。はい、行きましょう。行きましょう。やべ、久しぶりすぎて操作方法覚えてるか大丈夫かな。当分やってなかったんでね。そう、はい、うん、誰だったっけ。アンヤの王子よ、兄弟よ、白夜の王子、カムイを返してもらうぞ。うん、何を言っている。カムイを捕らえているのは貴様らではないか。戯言を何だと。それが答えか。今の矢は、うん、今日が白夜最後の日と思え。いや、今の撃ったの白夜軍じゃないってことか。アンヤとの因縁、あ、ここで断ち切る。龍馬だっけ、確か。おお、さあ、龍馬とマークス、どっちがやられてもダメだ。両方の本拠地に急ごう。おい、まずは砦を制圧して戦力を削らなきゃ。はい、うまく両方の砦を抑えれば、うん、両軍の衝突で生まれる犠牲も減らせるはずだ。行くぞ。ミッション開始です。制圧せよ。了解。あー、これちょっと待ってよ。あたしね、ここに行ってもらおう。わかったわ、頼んだ。私はこっち。ようになりましたね。
いけるんかい。後輩で砦が落ちた。戦線が混乱すれば苦境に立たされる。アイアンが動揺しているのか。この隙をついて優位に立て。一方の勢力の砦ばっかり落としていたら均衡が崩れて一気にやられちゃうわ。よし行きましょう。よし制圧しました。お任せよ。ポリーズだ。制圧しました。間違った。お、レベルアップ。これでみんなの力になれるかな。エリーゼ。見てください、ユウヤン。オッケー。じゃあ行くわ。よし。押し上げしちゃうよ。はい。よいしょ。待って、キャラ的に不利だ。はい、ゲイ。もう500人いってるからね。お仕置きしてるよ。おこれすごいな。ちょっと待って。龍馬武将マークスが負傷で、マークスは今どこにいる。龍馬赤だよね。マークスどこ。本番。あれ、マックスパイセンはどこに。イエー、思ったより強くなったみたい。急いでください。お、来たー、ダブル無双。すげえよなー、これ処理落ちそうで怖いんだけど。はい、決まった。ミッション開始。
はい。いけない、早く本拠地を制圧して二人を説得しなきゃ。ミッション開始です。せよせよ、ミッション多いな。はい、お守りします。そんな、押されているか。ちょっと行こう。引くわけにはいかん。まずい、早く何とかしなきゃ。あ、そっち行かんといけんのか。急いでください。今行きます、今行きますから焦らせないで。僕、ミッション成功です。後方の敵はアンヤ軍ではないのか。誰であろうと止めねばならん。敵の増援です。どこ買い物した？やりましたね。え、これやーよー、久しぶりやな。覚悟はいいよな。よかった。でも今の白夜の章、変だ。こっちか。操られてるみたいだったけど。やりましたね。買いに行きましょう。様に警戒するよう伝えるんだ。報告します。待て、まずいな。あ、マークス兄さんはきっと増援を呼ぶだろう。はい、伝令を止めなきゃ。ミッション開始です。増援阻止せよ。ちょっと待ってよ。いや、どういう状況かわかんない。え、待って、誰、なんか新キャラいるんだけど。アンナ、アンナか。私だね。うん。俺はまだまだ伸びるぜ。ミッション開始です。はい。おい、さっさと本拠地を落とさないと龍馬かマークスがやられちまうかも。急ごう。急ぎたいけど、うん、見てろよ、門が開いてない。おい、急いでください。報告します。増援を呼ばれてしまう。急いで伝令を通さないと。これ伝令っすよね。どこ買い物した？で、どこか。そんな。大苦戦。このままでは。だが諦めんぞ。カムイを救うまでは。おりゃ。覚悟はいいよな。あんなー、ここ、ここまでか。成果はいまいちだったわね。押し上げしちゃうよ。ここ取れる、制圧しないで。違うかな。絶対負けないもん。いろんなとこありすぎてわかんない。そう、白夜とは異なる相手に後ろから攻めかかられるとはな。出撃だ。敵の増援です。
よし、ミッション成功です。どこ買い物した？任せて。行こう。残すは本拠地のみだ。みんな頑張れ。開門しました。そんな、今行きますからね。落ちろうとも、このマークス諦めはせんぞ。はい、こうなったらレベルアップ。なんかね、ディズは本当に強いらしい。早く手を打たなきゃ。急いでください。どこの砦を制圧せよってこと？制圧しました。ああ私にお任せよ。おっとおっと、どんどんレベル上がってくね。この調子でルキナはやりましたね。よし、おい、エリーゼ様の声が聞こえた気がするが、はい、気のせいか。制圧しました。いや、バカな、我ら暗夜軍がこれ以上の戦は不可能だ。急いでください。もう一つだね。オッケーオッケー、了解。任せて。じゃあ今回はちょっとリスで行きますか。撃破数えぐいなぁ。シオン連れてこ。あ、連れてけない。いやー、なんかね、すごいわ。危機です、守りましょう。どういくんだこれ、遠回り。あ、遠回りか。はい、ここで打とう。これすごいよな。よし、けけけけけ。宝箱あるね。おい、銃撃倒した。私にお任せ。これどうやって行くの？あ、こっちか。待ってね。リズッチはちょっと、それはできません。了解。それはできませんって言われた。うまくいきました。それで次はどうするの？任せて。
硬くなったな敵。超硬い。つかめっちゃみんなレベル上がる。拠地が落ちた以上戦えんか。うん、なんという強さだ。よかったわ。これで戦いを止められ。ん、止められ。ローマ兄様がいません。どこに。え、消えた。ステージクリア。なんかもうめちゃくちゃでもう分からんかった。はい、リズは初ですね、この演出。私たちの勝ちだね。いや、見たかな。はい、 MVP。 おっさー、俺が一番だ。鋼の指。おー、え、回復、リアイ。おー、なんかいっぱい獲得した。キザレベルアップ。また仲良くなれたの。はい、私たちすっごく仲良くなる。おー、めっちゃアップする。こういう感じ嫌いじゃないです。嫌いじゃないです。はい、はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。